はい、私たちのグループではダイヤモンドや炭化ケイ素などの結晶を材料として陽子センサーを作るための研究をしています。陽子センサーは細胞の中に入れて温度などの小さな変化を捉えることができ、近年着目されています。ダイヤモンドが陽子センサーの材料になるって皆さんご存知でしたか？ダイヤモンドは炭素でできています。ダイヤモンドの結晶の中にある窒素の不純物と炭素が抜けた穴、これを空孔と呼びますが、この空孔が窒素不純物と隣り合って存在すると NV センターができます。これがセンサーの役割をします。ダイヤモンド陽子センサーの作り方を簡単にご紹介します。イオンビームでダイヤに空孔を作りつつ窒素不純物を注入する方法と、窒素不純物を含むダイヤの中の炭素原子を電子ビームで弾き出して空孔を作る方法とがあります。最後にダイヤモンドに約1000度の熱を加えます。すると結晶中にできた空孔が動いて窒素と結合し NV センターができます。高感度な陽子センサーを作るには窒素不純物を含むダイヤモンドにうまく空孔を作る高度な技術が必要です。私たちが作ったセンサーは QST のみならず世界中の研究者からリクエストをいただいています。ありがとうございました。